ゴドレークレームは、イギリスの音楽グループ。二人は、元 10CC のメンバーであり、プロモーションビデオのディレクターでもある。ギズモの開発者でもある。彼らが制作したビデオで有名な作品としては、ポリスのプロモーションビデオが挙げられる。1960年代前半、幼馴染だったケビン・ゴドレーとロル・クレームの二人は、1962年に結成された。 アマチュアホワイト R&B バンドのザ・セイバーズに中途参加した。セイバーズはケビンだったいゴマジック・ランタンズと改名し、プロのバンドとしてヒットを放った。1965年、ケビンは東京のグレアム・グールド・マンラと共にザ・モッキンバーズを結成し、プロとしてレコードデビュー。しかし、5枚のシングルを発表するもヒットを生み出せずに、バンドは解散。解散後、 再び、ケビンとロルはコンビを組む。グレアムのマネージメントで1967年、イエローバロールームブーム名義でシングルをリリース。その後グレアムが元マインドベンダーズのエリック・スチュワートとレコーディングスタジオ、ストロベリー・スタジオの共同出資者となったことから、スタジオミュージシャンとして出入りを始め、やがてエリック、グレアム、ロール、ケビンの4人でバンド活動を開始する。 1969年、ヤードバーズのマネージャー、ジョルジオ・ゴメルスキーの設立したレーベル、マーマレードから、フラブジョイランシブル・スプーン名義でシングルをリリース。1970年には、ロール、エリック、ケビンの3人でレコーディングした、ネアンデルタールマンを、ホットレックス名義でリリース。世界で200万枚以上を売り上げるヒットを記録するも、以降不発に終わる。 その後も4人は、ドクトル・ファーザー、ファイター・スクワドラン、アマゾントラスト、ザニュー・ウェーブ・バンドなどとバンド名を変えながら、シングルを次々とリリースし次のヒットを狙っていく。その前後、スタジオミュージシャンとして、オハイオ・エキスプレス、ラマセス、ニール・セダカなど数多くのアーティストのレコーディングを行った。1972年、4人は、ジョナサン・キングの UK レコードから、 10cc 名義でシングルドナをリリース。これが前衛2位の大ヒットとなり以降バンドの活動は 10cc 名義が中心となっていく。3枚目のシングルラバー・ブレッツで前衛チャート1位を獲得、次々とヒットを飛ばす。1975年にマーキュリーレコードに移籍 I'm not in love 人生は 野菜スープ等のヒット曲を発表するも、1976年に音楽性の違いから 10cc を脱退。以降、コドレークレームとしてレコードをリリースする。1980年、自分たちのシングル曲、ニューヨークのイギリス人でミュージックビデオを初監督。その後、ポリス、デュラン・デュランなどのアーティストたちのビデオを手掛け、高い評価を受けた。ハービー・ハンコックの ロックイットでは1983年のミュージックウィークアワードでブリティッシュミュージックプロモビデオズのトップディレクターを1984年 MTV ビデオミュージックアワードでベストコンセプトビデオを受賞。1985年の MTV ビデオミュージックアワーズではビデオバンガードアワードを受賞した。また CM 演出も手掛け始め、カンヌ国際広告祭では銀賞を受賞。 1981年には、歌集、ザファンスターツヒア、アウトテ r クスフロム、a k e s Here, From, a r を出版するなど、マルチアーティストとしての評価を固める。一方、音楽活動では、1985年のシングル、クライが、ビデオの高評価も手伝い、全米チャートの上位に入るヒット曲となり、ファンを驚かせた。1988年にコンビを解消。 ドルは元バグルスのトレバー・ホーンの片腕として、数多くのアーティストのレコーディングに参加。1999年に再結成アート・オブ・ノイズに、正式参加した。ケビンは、プロモーションビデオの監督を続け、U2、ポール・マッカートニーらの作品を手掛けている。また2006年7月にグレアムと一緒に作曲、レコーディングした、新曲4曲を、GG、 零六名義によりダウンロード販売で発表している。1985年のヒット曲、泣いている人の顔がモーフィングで変わっていくというプロモーションビデオが話題になった。 1980年、1981年、1982年、1983年、1984年、1985年、1986年、1987年、1988年、ゴドリークリームの表記もある。kv、e、ingodley.com ヒストリー千二十一年一月七日閲覧、日本でも七十年代初頭に、 孤独の夜明けが話題となった。ニール・セダカのショーでバックバンドを務めたこともある。フランク・ザッパの影響を受けたドゥ・ワップ調の曲、フランス映画、ガールズの挿入歌にも使われた、ロク・サーヌ、孤独のメッセージなど有名曲多数。ありがとうございます。